名古屋市立塩路中学校は愛知県名古屋市水北五田箱町にある公立中学校。通称は塩中と呼ばれる。名古屋市立陽明小学校、名古屋市立塩路小学校の学区に住む児童が入学する。2005年には中学生日記のロケが行われた。スクールランチを学校内で作っている名古屋市内でも珍しい学校である。校庭に 大きなメタセコイアの木が一本生えている。学校の周辺や山崎川を地域の人たちと協力して清掃する地域、清掃活動が年に一回行われる。学区内には日本桜名所百選に選ばれている山崎川が流れ、東山荘などの日本庭園のあるような旧邸宅が立ち並ぶ。また、博物建前商店街と呼ばれる、水保通り商店街や名古屋市博物館。 名古屋市立大学病院などの施設がある。学区内の交通機関は、名古屋市営地下鉄桜通線水北役所駅、桜山駅、名城線水本道上場東駅、総合リハビリセンター駅の4つの駅がある。最寄り駅は、水北役所駅。市内で数少ないユネスコスクールの認定を受けている。ハンドボール部は、全国的に有名で、 過去全国大会準優勝が3回ベスト4が6回の実績を誇る。吹奏楽部は近年力をつけ2011年度、2012年度に全国大会金賞を受賞している。3.11で被災した東北に赴き現地の中学校と吹奏楽を通じて交流する活動もしている。その後もお互い東北と名古屋を行き来して交流を続けている。ありがとうございます。